ロボット実験区間を示す標識つくば、モビリティロボット実験特区とは、内閣府より2011年3月25日付で認定を受けた構造改革特別区域の一つである。現在の法体系では、一般歩道などの行動上で走行が認められていない登場型モビリティロボットを、行動上で実験的に走行させることができる。行動実験に参加するには、 ロボット特区実証実験推進協議会に入会する必要がある。2011年6月2日にキックオフイベントが開催され、行動実験がスタートした。現在の特区では実験目的での走行のみ許可されているので、一般の人が自由にセグウェイなどに乗れるわけではない。モビリティロボットを走行させるには一定の手続きが必要なので、個人等で所有している。 セグウェイを持ち込んで勝手に走らせると罰せられる。ロボット実験区間を示す標識の図柄から、二足歩行型ロボットが歩いているというイメージを持たれることがあるが、二足歩行型ロボットの実験はされていない。毎月第一日曜日と第三水曜日に一般の人を対象にしたセグウェイツアー実験を実施している。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスのつくば駅を 中心としたつくばセンターエリアと研究学園駅を中心としたつくば研究学園エリアの2エリアがある。実験走行できるのは特区エリア内の福音がおおむね3メートル以上の歩道である。ロボット特区実証実験推進協議会によると自律移動技術、姿勢制御技術等のロボット技術を適用することにより安全性、利便性、環境適合性等を高め、 人間が生活する空間において人間との親和性を保ちつつ人間の移動手段として利用し得る用具と定義されている。いわゆるパーソナルモビリティに近いがロボット技術が利用されていなければモビリティロボットの対象にならない。特区内でモビリティロボットを走らせるためにはロボット特区実証実験推進協議会への加入運輸局の保安基準緩和申請つくば市から ロボットナンバーの発行などの手続きが必要となる。なお、行動上を走行する場合は、道路交通法による車両として扱われる機種があり、セグウェイについては、小型特殊自動車、ウィングレットについては、原動機付き自転車に分類されているので、該当車種の運転免許が必要となる。実験開始当初から、 実験参加機関によるモビリティロボットの行動走行が毎月10日間前後行われている。ありがとうございます。